こんばんは、どうもよろしくお願いします。今日はグレーディングですね。ダビンチリゾルブでのベーシックなノードの組み方っていうものと、あとクロマキーのように合成する場合にアルファチャンネルっていうのを使うんですけど、それをどのようにやるのか、そこら辺のやり方というのを紹介したいと思います。インターフェースに関してはダビンチはものすごく優れています。 CPU を使うか GPU を使うか、注目すべきところは Apple のサイトで紹介されているっていう点ですね。この大きな3つのセクションに分けてます。どのような順番でどういう風につなぐか、最終結果が変わってくるっていうような感じですね。このミュージックビデオは CG の背景に実写の人物を合成するっていう要素がかなり多くて、グレーディングに関してもダビンチリゾルブでやったのはクロマキーバック、グリーンとかブルーバックで撮った素材だけをダビンチリゾルブでグレーディングしたんですね。なのでダビンチリゾルブでの作業はトーンを作るってより割とノーマルめに持っていくっていうような大きな流れがありますという感じですね。まず最初になんでダヴィンチを使うのか、まあ皆さんいろんな理由があると思うんですけど、僕の場合はもう大きくもうここですよね。 UI が素晴らしいですね。色を調整するっていうことに特化した UI、 まあこの画面の作り方であったりとか調整のパラメーターですね。あとはパワーウィンドウって言って、簡単に言うとマスクを切ったり色域を調整したりするようなものがあるんですけども、そういったことであったり、あとは割といろんなことが直感的に行えるっていうところですね。実際作業するにあたってはものすごくスピーディーに大量の素材をさらに細やかにですね調整できるっていうところが大きなポイントかなと思っております。簡単に言うとすごいやりやすいですね、ダヴィンチのインターフェースは。で、それを拡張してくれるのが、僕は実際今は使ってないんですが、コントロールパネルっていうものが販売されてます。昔はダヴィンチからはポストプロダクションとかにあるような大きい卓しかなくて、まあ簡単には買えないものだったんですけども、最近はこういったちっちゃいコントロールパネル、これは Amazon で10万ぐらいで売ってるものなんですけど、こういったものが使えるような環境になってきたっていうことですね。で、このコントロールパネルの一番の大きなポイントっていうのは、これですね、トラックボール。簡単に言うと、ローとミドルとハイ、それぞれ3つのトラックボールがついてまして、周りの円の部分は明るさを調整したりだとか、そういうジョグシャトルみたいな感じになってますよね。で、簡単に言うと肌色の調整っていうのはすごいしやすいんですよ。微妙な調整っていうことですね。それがないと、こう数値を打ち込んだりとか、マウス、トラックパッドでクリクリいじっていくわけなんですけど、相当難儀な作業になるんですよね。そこら辺トラックボールを使ってやると劇的にやりやすくなるっていうところがありますね。ということで、インターフェースに関してはダヴィンチはものすごく優れています。パソコンの処理も大きく分けると2種類の処理の方法があって、 CPU を使うか GPU を使うか、まあどちらも使っているっていうのが実情だと思うんですけど、 Adobe 製品に関しては CPU を使ってる割合が非常に高いと、で GPU の割合が低いっていうようなソフトになってるんですけども、ダヴィンチっていうのは GPU をメインで動いているようなソフトウェアになります。まあいろんな細かいことはあると思うんですけど、ざっくり言えば CPU っていうのは直列的に複雑な処理っていうのができるっていうことですね。で、GPU っていうのは単純処理がメインですけど、それを並列でやることで大量の処理を一気に行うことができるっていうことで、高解像度の映像の処理とかそういったものに非常に向いてるっていうことですね。なので今回は撮影素材全部 4K 以上なので、実際のところをこうプレミアのタイムラインに乗っけて再生してみると動かないんですよ、重たくて。ただそれをダヴィンチに入れるとサクサク再生はできますっていうぐらいの大きな差があります。なのでこれからダヴィンチもその音の機能であったりとか VFX、 Adobe でいうところのアフターエフェクツに相当するような機能っていうのが盛り込まれてどんどん強化されていってるので、そこら辺がどんどん進んでいくと映像の編集 VFX の領域もダヴィンチでやるような
それがスタンダードになるような時代ももしかしたら来るんじゃないかなと思ってます。っていうのは、この Adobe 製品で 4K を処理するのはもう非常に難儀な状態にだんだんなってきてるので、そこら辺、まあ各社どういった開発が行われるのかっていうのは楽しみです。で、その GPU を拡張してくれるようなハードウェアをブラックマジックは出してたりもします。注目すべきところは、Apple のサイトで紹介されてるっていう点ですね。僕もメインのマシンは、MacBook Pro なんですけども、ここの製品情報っていうところに、あなたの MacBook Pro がデスクトップクラスのグラフィック性能を発揮できるようにしますっていう紹介があるんですよ。なので、Apple 側としても多分これからいろんな重たい映像のデータ、まあゲームであったり、VR であったり、4K、それ以上の解像度の映像っていうのを処理するにあたって、Mac 単体、まあ Mac Pro だったら多分大丈夫だと思うんですけども、MacBook クラスだとそれに対応するのが結構辛いよっていうことを案にここで言ってるような感じはしたので、まあこれの購入の検討もそろそろする時が来てんのかなっていうような感じはしますね。まあこれだけじゃなくて、いろんなメーカーから出てるんで、外付けのグラフィックボードを付けるかどうかっていうことですね。ということで、ダヴィンチの画面にそろそろ映りたいなと思うんですけども、事前に紹介できることとすると、これは実際に今回のグレーディングの作業画面なんですけど、ここの領域にいろんなサムネイルが配置されてます。で、ここの一つ一つのサムネイルのことをノードと呼んでます。で、この一つ一つのノードにはそれぞれ効果が与えられてですね、それをどのような順番でどういうふうにつなぐかっていうことで最終結果が変わってくるっていうような感じですね。で、僕の場合はだいたいこのノードのつなぎ方っていうのは、まあ、何を作業するにしてもだいたい構成っていうのは決まってて、まあこれが一番スタンダードじゃないかなと思うので、まず触りとして言うと、この大きな3つのセクションに分けてますね。で、前半の下りは簡単に言うと映像素材を調整するゾーンですね。例えば撮影時にホワイトバランスをあまり適切なものにしてなかった、絞りが適切じゃなかった、シャープネスが弱い、ノイズが多いとか、そこら辺を前半で解決しちゃいます。で、いろんなカットを撮るわけですけども、それが常に一定のトーンになるように前段の部分で全部調整しちゃいます。カットによってはなんかこのテイク暗いなっていう場合はここで明るさを調整したりだとか、ちょっとこのカットだけ赤いなと思ったら青くしたりとか、そういうイメージです。で、整えられたものに対して、ここで質感を調整します。で、質感に関しては、大きくはラットを当てるっていうことと、トーンカーブを当てるっていうことですね。その2点を、この真ん中のセクションで行った後に、割とクリエイティビティをさらに高めるところで、暗部だけ色をちょっと変えてみようとか、肌色をもうちょっとこうしてみようとか、こうパーツパーツで主に色のことに関して調整するエリアですね。で、最終的にちょっとフィルムっぽい感じにしようと思ったら、フィルムのエミュレーションのプラグインとかを入れたりとかですね。最後の方でブラッシュアップをするっていう3つのゾーンに分けてます。これは大きな理由があって、例えば、ここの部分を変えると、その後のノードに全て影響してくるっていうことなんですよ。なので、あんまり前段の部分に重要なトーンを決定づけるようなノードを作ってしまうと、ここを変えると、ここの後のノードが全部効果が変わってきちゃうっていうことなんですよね。まあ、それはいい場合と悪い場合とあるんですけど、大体あまり良くないですね。ここを調整した後にまたここを調整し直して、で、さらにここを調整し直すっていうのは非常に時間の無駄なんで、そこら辺はなんとなく、まあ、やっていくうちに多分ベストな配列っていうのが大体決まってくるんですけど、まあ僕の場合はこれが一番効率的かなと思ってやってたりはしますね。で、このアルファチャンネルっていうものに関しては、まあ実際ちょっと操作しながらご説明しますね。